はい、どうもです。明けましておめでとうございます。噛んだ。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。翼の方はね、年末の12月31日から、新年もらった100個、含めて、なんとか90連で射止めることが実はできました。ありがとうございます。爆死している方もたくさんいらっしゃるので、あんまりね、あれなんですけど、個人的には、翼取れてすごい良かったなと思います。引き続きですね、やっぱりナートレーザーの方もかなり強いので、こちらも引き続き狙っていきたいなと思います。ただやっぱり一応翼は取れたっていうところで、ナットレザーに関しては、自分としては深追いする必要はないのかなと思ってますので、こちらは堅実にそこそこのところで、終わりたいなと思ってます。ただね、やっぱりどっちかはやっぱり仕留めたいなっていうようなところはユーザーであればあると思うんですけども、0.42 はきついっすね、本当に。出ないときは出ない。僕も若林で14万持ってかれてますから、しかも、短期狙いというところで、そこはやっぱり、出せなかったら、やっぱりある程度自分の、いけるラインのところで、終わると、しっかり終わって、それで今後はちょっと翼ナットレーザー抜きにはなっちゃうんですけど、それでもまったり、やっていくっていうような感じに切り替えていくしかないのかなといったような感じですね。僕の場合は取れちゃったからあれなんですけども、小戸さんとかは取れてないんで、そういうことを考えると、小戸さんはね、それでも取れなくても持ってるやつらに絶対勝ってやるって言ってやってましたので、そういったようなモチベーションのつけ方とかもあるかなと思うので、その辺は引けた方、引けなかった方、それぞれ一回、追いすぎずですね、言っても、やっぱり結構お金がかかっちゃう話になってくるので、そこはやっぱり、なんでしょうね、まずは自分の生活を大事にといったようなところで、考えていただければいいのかなというふうに思います。で、僕の方は、まだ余力が若干あるので、ナトレーザーの方やっていきます。10連の方はね、一回やりましたけども、残り、20連目からナッツレーザーフェス狙っていきたいなと思います。それでは、ナッツレーザー20連目いきます。はい、SSR が出ないとまず話にならないというところで出ないですね。これはもうちょっとしょうがない。 5% なんでね、一回戻りながらいきましょう。売却が毎回入っちゃってちょっと鬱陶しい。最近ちょっと思ったんですけど、通常売却で、イベント限定の SR とかこの辺にして、もうこの辺捨てていけばいいんじゃないかなっていうのを若干思ったんですよ。フレンドガチャとかで取れちゃうやつらですね。フレンドガチャとか、多分連盟ガチャじゃないや、毎日コインガチャか、コインガチャとかでも取れちゃうやつらがいると思うんですけど、その辺を、こんな感じでちょろちょろっと、新田くんとか捨てちゃっていいのかな、いいか、はい、こんな感じでやっていけばいいのかなというような感じですかね。新田くんとか美咲くん多分捨てると良くないか、相当は名前にしといた方がいいな、そういう意味だと。はい、ではちょっと行きましょう。次これ引ければ次で無料お願いします。 SSR 欲しい。 1,2,3,4 4話は結構熱いんじゃないか、お願いします。いや、 OK、 禁止は、どうだろう、ちょっと弱いか。禁止はでも出ないことあるから、でも1個いそう。1個ですね。ナートレーザー欲しい。ナートレーザー頼みます。最近若林でハマった分、ちょっとここら辺でやっぱり回収できてる気がする。お願いします。おお、美咲。かすんない。かすんないな。ピックアップ外っていうのがね、ちょっとかすんなすぎですよね。無料分お願いします。頼む。1,2,3,4。SSR はいるんじゃないか？どうだ？オッケー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 。ロベルト。お願いします。女の子。そこからの2個ぐらいいると熱いけど、
2個くらいいると熱いけど、あ、1個か。うん、頼む。ぐでたまさんすごい引いてたからな。ナトレーザー、ナトレーザー、翼、翼、新しい翼だけど、残り100個あるんでね、あと2回行きたいと思います。今40連回したんで50連目、お願いします。おー、ひらひら、熱いよ。 OKOK、 SSR 引けてる。 SSR 率は高いけど、ピックアップも僕翼出た時翼だけがピックアップだったんですよね、その90連目やって。なのでピックアップ率が低い。頼む頼む、ナトゥナトゥナトゥ、ああ若林、これピックアップじゃないな、薄いな、薄いとこ引いてますね。ジャンピング SGGK、 はい、お願いします。60連目かな。あー、1羽ちょっときついか。21、虹いただきました。 SSR 毎回引けてる、素晴らしい。2個1個、はい、一旦はこれで区切りになっちゃうけど、ナト出てほしい。ナトナト、サリー、サリーはピックアップだな、確か。なるほど、はい、70連目いきますね。まあ、ナトレーザーもまあ、ラスト週って感じですかね。行きましょう。頼む。もう1周ぐらいできるのかな。1,2,3,4,5 あるでしょう。オッケー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 。足に先の紫種はこれはあるそう。1個かな。2個、ピンってね。あ、1個ですね。ナートレーザー頼みます。ナート来るとこれまただいぶ強くなるんだけど、どうだろう。ナトレーザー、ナトレーザー、あー、ミサキー、フェス、フェスは来ましたね。さあ、まあ、このミサキくんとかね、ほんと潜在とか来てほしい。これで80連目、翼を90連目で射止めてるんで、もう一周いけるか。120までいける。あー、なりますね。このまま120連までいっちゃおう。3回回せる。お願いします。ナト頼む、来い。 1,2,3,4,5、 めちゃくちゃ SSR いいんじゃないでしょうか。 OK、 虹 SSR の引きはいいな、本当に。 SSR は引けてる、 5% は引けてるけど、結局 0.42 を引かないと意味ないからな。頼む、ここでちょっと見ない。90連目、90連目の翼と同じで、おお、ダメだ、これきついな、これきついわ、確かにこれはきつい。頼む、1、あー、この流れで行きたかったけど、おお、 SSR はいけてる。 SSR はいいんだよ。 0.42 なのよ、結局は。何個？1個。うん、頼む、お願いします。ナトゥナトゥナトゥ、うわー、またこの翼か、この翼多いぞ。おお、ピエールがいた、びっくりした。あー、でもピエールピックだな、確かに。うわー、かすった、これはかすりました。いきましょう、頼む。いやー、3はどうだろう。お、あるね、 SSR ある、毎回 SSR あるからちょっと熱いな、展開としては熱いんだけど、1個ですね。どうだろう、 SSR 引けてて、あとは夏をかすめるだけ。頼む、夏夏夏、うわー、くー、ラスト無料分、夏取れないで終わりそう。お願いします、頼む。あー、1話だった。あー、ダメだった。はい、というわけで夏レーザーの方はダメでしたね。はい、ここまでとなります。いつもご視聴ありがとうございます。うん、夏レーザーチャレンジは、うん、残念ながら、まあ、爆死ではないですよね。 SSR 自体はそれなりに出てたんで、またピックアップもね、何回かかすったっていうところで、あー、まあでも短期狙い厳しいな、ここは出ないか。はい、
というわけでいつもご視聴ありがとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。それではまた。